皆さんお元気ですか。舞いながら歌う演歌歌手蒼井かおりです。いつも応援をいただきましてありがとうございます。デビュー20周年記念曲の第2弾の発売が決まりました。11月6日発売です。タイトルは、今回またまた舞台を京都に戻りまして、タイトルが西陣女帯です。京都の伝統工芸をテーマにいたしました。西陣に生きる芯の強い女性が主人公で、愛する男性を、もう未練を断ち切って西陣で強く生きていくという、そんな前向きな女性を描いております。とても素敵な作品に仕上がりました。作詞浅子由美先生、作曲宮下健二先生の両先生に素敵な素敵な作品を作っていただきました。皆様の愛唱歌になりますようにどうぞ応援してください。そしてカップリングの方はまたまた茶の香りの作曲作品です。今回5曲目になりました。作詞はずっと1作目から浅子由美先生にお願いしております。タイトル女の花道です。こちらも人生の応援歌になっておりまして、私の背中をポンと押してくれるような、そんな前向きな歌になっております。皆様の背中もポンと押せるような、そんな歌になっておりますので、ぜひぜひこちらのカップリングの曲も応援してください。この11月の6日発売の第2弾の新曲、たくさんのイベントを予定しておりますので、ホームページをご覧いただきまして、ぜひぜひ皆さん応援に来ていただけると嬉しいです。それではこれからも一生懸命に頑張ってまいります。それでは皆様も元気に前向きに頑張りん。蒼井かおりでした。バイバイ。